でも都合よく考えるな。南下を狙う宿敵ソ連をドイツの手で牽制してもらうためにも三国同盟は必要ではありませんか。理解不能。その頭の中に脳みそ入ってるのか。ドイツが日本のために動くわけがないだろうが。なんだ。あ、これは。おお、宮で国際情勢の分析か。全くこいつら陸軍より始末に及びません。次官、次官はなぜ我が明宝ドイツの力をお認めにならないのでしょうか。明宝だ。随分とドイツにご出身だな。じゃあヒトラーの書いたマインカンプなどは相当読み込んでるんだろうね。もちろん隅々まで読んでおります。アウフ・ファーリセル・ヘルケル・ライティンゲン・アライン・カン・アウフ・ヤーパン・デン・アル・ゲマイネン・メンシヘン・フォルチ・フォルゲン。つまり日本人は想像力の欠如した劣等民族だが、小器用で小利口でドイツの手先として使うなら役に立つ。そのようなことはどこにも書いてありません。ああ、書いてない。貴様らの本の十一章は都合よく削られているからな。残念ながら君たちが読んだ日本語訳では肝心な部分は抜け落ちてるようだね。何事も大元までたどらんと大事なことを見落とすものだ。あれ